Hey everyone, I'm LC Gamer, and welcome back to Tokyo Xanadu EX. Well then, it's time to take on the boss of this dungeon and continue the story. What is that? Is that the shadow element? Looks like an embryo. Or a giant worm. His wings, though. Well, that's what I'm trying to figure out. もしかしてあれがそこにあるだけで全てに影響を及ぼすような禍々しいほどの冷圧間違いないわ。 あの中にあるのが夕闇の使徒、その眷属ですか？ その通りだ。 Why, hello there. もっとも、我々はお年ごと呼んでいるが。 Why are you two here? あの白装束まで。国員騎士、どうしてこんな場所に。まさか佐伯先生も。それは違う。私の所属は全く別物でね。あくまで仮初めの名役、一時的な協力者に過ぎない。時は惜しい。 そろそろ始めるとしよう。何？あんたら何をするつもりだ。悪いが邪魔をしてもらうわけにはいかない。 おとなしく見ていてもらおうか。 Really? 全然好きがない。 ただものじゃねえとは前々から思っちゃいたが。 尋常ではない威圧感。で、霊力はさほど感じない。どうやらあなた、あくまで表の世界の人間みたいね。 そうなの。ほうほう。さすがはヒイラギ。帰国子女らしい目の付けどころといったところか。ええ。ステイツにおいてはたまに利害の対立があるから、いろいろ想像はできるけど、そろそろ名乗ってもらおうかしら。<笑>それは。 話は後回しだ。せっかくだし、それの相手はお前たちに任せるとしよう。しまった。下です。Wait, it's a earth dragon looking thing. Dragon? No, that's not right. Dude. ヨルムンガルド。 鋼属性の暴走の産物ですか。<笑>存分に見せてもらうぞ。1ヶ月以上にわたるお前たちの鍛錬の成果をな。<笑>速攻で倒して、あの妙な儀式を食い止める。全力で行くぞ、みんな。 Where are you going? Oh.
Come on now. Maximum Rage! Ikuze! Cross Rage! Don't you run away from me. Switch out here pretty soon. Extendo Gia! Come on, you can do better than that. He avoided it. No. I'm gonna take. No. Dude, that's not good. Huh. Well, let's use this. Now, do we have anything? That'll work. And dragon goes down. <笑>思った以上にやるな。だが、どうやら時間切れのようだ。完了だ。しまった。やめろ。 His face is disturbing. It's freaking out now. フェーズ完了。
これより誘導フェーズに移行する。イエスカー。What？こいつら。兵士？あの武装は。What's going on here? Koi, otoshimo yo. Kieta. Ittai nani ga dou natteru no yo? Koko made wa keikaku dori. Dewa, saki ni iku to. Ah.よろしく頼む。Now I'm confused. 地点9は放棄。これより最終作戦地点へ向かう。てめえらは一体。そういうことですか。まさか。あなた方がオルデンと手を組むなんて。結局何者なの？軍人よ。米国でも中国でもなく、正真正銘この国の正規軍の。日本国国防軍所属対ゼロ号特戦部隊イージス。ああ。その指揮を任されている佐伯五郎特務三佐だ。改めて見知り置き願おうか。 XRC の諸君。That explains a lot. これよりミッションは最終フェーズに移行する。装備の最終チェックをしつつ、騎士殿と共に備える。了解。オーバー。軍人なのかい。一応教員免許を持っているのは確かだな。だがあくまで国防軍として本作戦を遂行するための偽装だったのは確かだ。近年米国などでは対異界を見据えた特殊部隊の導入が密かに始まっています。国防軍もその流れに乗りつつあるのは聞いていましたが、あの高い練度と万全な装備、最近ではありませんね。一体いつ頃から。愚問だな。10年前からだ。かつての最悪、国土と国民を守るべき国防軍は完全に後手に回ってしまった。最悪を目の当たりにしながら、その解決を裏の賛成力に任せることしかできなかったのだ。だからこそ政府は国家の威信と10年の歳月をかけて極秘裏に異界対策部隊の結成を進めた。それが我々対ゼロ号特戦部隊。いい。対ゼロ号特戦部隊。1号2号っていうのは聞いたことがあったけど。そちらは対テロ、諜報などの特殊部隊だったはずよ。そして対外的には存在しない。
ゼロ号部隊。公式予算のつけられない対異界ならではの部隊名ということですね。なんだかまだ頭がついていけてないけど。結局あんたらも元凶を退治しようと動いてたわけだ。ああ、ボリミアでの予兆は我々が最初に掴んでいたからな。各勢力の動向を監視しつつ、オルデンの協力を得ることで第二の最悪の可能性を突き止め、元凶たる落とし子の発見と討伐のために動いていたわけだ。しかも2年前からなんて、ネメシスは完全に出し抜かれた形になりますね。ゾディアックもです。どうやらおじい様も今回の件については。ああ、宣告をもってネメシス、ゾディアック両本部への正式な外交通達が行われた。暫定的ではあるが、双方からの合意も得られている。東京迷彩の後始末は日本国の威信をかけた悲願。あとは国防軍に任せてもらおう。了解しました。でもここまでやってきたのに。ここから先は大人の時間というだけだ。ここまでたどり着いたご褒美と言ってはなんだが、ぜひ結末を見届けていってくれ。学生のオブザーバーとしてせいぜい歓迎させてもらおう。あんたいい性格してるな。森宮基地の上空に到着しました。電子反応の増大を確認。仕上げに入る。備えるがいい。了解だ。いよいよだな。最終フェーズ開始。バリアントギア部隊出撃せよ。Suits? Okay, this is different. なにあれ。国防軍の主力バリアントギア、駿河重工生の十式だ。装備は全て外してある。そしてあれが落とし子を実体化させる器となるわけだ。 Interesting. I have a feeling it's going to shape shift once that happens.After all, it is some sort of caterpillar worm thing. Back off.It's changed completely. I don't think that's going to be able to hold it.
攻撃開始。全火力をもって落とし子を撃破せよ。イエスカー。Nice new armored body. And you think this is gonna kill it? こいつは すごい。一方的じゃない。グリードンが物理兵器は効かないんじゃなかったのか。そのための器でしょう。そしておそらく全ての砲弾がオルデンによって性別されているわ。ええ、よくここまでの準備を。どうやら本当に出る幕はなさそうだね。おい、やばいぞ。And everyone's been knocked down. 影属性の衝撃波。Now it's gonna run away with that vessel. Jimen, ni gate ga?逃げ込んだか。だが逃がしはしない。イージス第三小隊、これより追撃を開始する。所詮は手負いの獣、一気に仕留めるぞ。はっ。待ってくれ。どうやら作戦は狙い通りにいかなかったんだろう。だったら俺たちも介入させてもらうぜ。何？一体何を？まあ今度はこっちのターンってやつ。別にあんたたちに譲れとは言わねえが、私たちは私たちとして行動させていただきます。正気か、学生ごときが。ネメシスとしても様子見は終わりです。ゾディアックも同じく。このまま放置はできません。まあピカとしてもここは踏ん張りどころかな。隊長、いかがしますか。先輩、ちょ、何するのよ。いい気になるなよ、時坂。夕闇の使徒の落とし子、これまでの相手とは桁が違う。 Obviously. 子供の時間は終わりだ。民間人は引っ込んでもらおうか。だったらあんたはどうなんだ。何？あんただって10年前は子供で民間人だったはずだ。なのに今この場にそうやって立ってるのは大切な人のためじゃないのかよ。あんたあの時言っただろうが、青春は短い、限りある今を悔いなく大切にしろって。俺たちにとっちゃ今がその時なんだよ。私たちも同じです。みんなそれぞれの決意と覚悟を持ってこの場にいます。それぞれの立場にありながら、何より XRC の一員としてそれぞれ守るべきもののために力を合わせて乗り越えてきたんです。今回も同じだ。人任せにするつもりはねえ。ゲームだって自分の手で最後までクリアしてなんぼだしね。ステージも同じ、ラストまで歌い切ってみせるわ。なんだこいつらの迫力は。
隊長？今がその時か。ヘドが出るほどの青臭さだが、悪くない。作戦を変更。これより二段構えで目標を追い詰める。第一陣は俺と XRC メンバー、そして第二陣はお前たちと彼。やれやれ、勝手に決めてくれる。だが目的が果たされるならこちらとしても依存はない。ゴズメは任せるがいい。ああ、よろしく頼む。それじゃあ認めるってことでいいんだな。悪いが、ここまで段取った以上お前たちだけに任せるわけにもいかん。だからせめて顧問代理としてお前たちに同行させてもらうぞ。ジョイ、佐伯先生。ダーク、感謝します。現在1704第一陣出撃する。この場は任せた。万が一に備えるがいい。任せてもらおう。I should have put 2 and 2 together at the beginning of the game with Mr. Goro. Fortress of False Gods. Interesting. Very technology based. これってまるで要塞だな。ええ、しかも影属性が強く働いているようです。属性の暴走で残されてた最後のやつってわけだね。でもこれって二手に分かれてるのか。かなりのレベルの迷宮が引き寄せられたみたいね。ザナドゥの性質上、おそらく同時に攻略しなければ突破できないはず。ならば二手に分かれるぞ。後半4名、オツ班4名、うまく戦力を分けるがいい。了解だ。 Alright, Fortress. Okay. Change team order using... Alright.Interesting. So they can't be on Team A together, but they can be on Team B together. Two spellcasters. They need a long range.Sweat you. Grendel. Well, I need at least one of you being a steel type. And you...Yeah, I'll just leave you as wind. Spirit. There we go.
That should do it. Alright, so I need spirit, strength, and fire, and maybe shadow. So I don't need you being wind. Come on now. There we go. That should cover it. これより異界迷宮の攻略を開始する。目標、夕闇の落とし子。森宮氏の異変の元凶、何としても討伐するぞ。All right, so everyone has their positions. Time to split up. And commence the operation. Your soul device? Yes, Arc Trinity. Like most soul devices, it will change from form depending on the needs of the situation. It's a heck of a design. Didn't those soldiers have a similar weapon? Yes, theirs are based off of mine. The soul device's functions can be standard with a bit of guidance. Okay. That particular form factor is best suited for military use. I see. It does look like it would be perfect for an army. Zodiac was developing something along the same lines, or so I heard. Rumor had it they were sharing their technology, but I didn't expect for them to go this far. Alright, break time's over. We'd better be on our way. We can't fall too far behind the Team B. Let's go. Let's get to it. And it looks like I'm gonna have to leave it here for now, and I'll pick this up in the next video. So until then, see you guys.